速みたいな感じを。あまりフリーズすると、あの、ルールがもうめちゃくちゃになってるから。とりあえず3本でしょ。で、3本と、東京のガス3枚。10枚。で、こっちはガス3枚。この、このやつ。で、当然これは敵に出しても、敵、はい、でもいいし、戦場でも。で、ルール的には、こっちスライドして見えてます。ことないけど、まあ、殴るとそれはジャンプになってます。こうです。ほんで、一歩出てきちゃうんですから、一歩下がりましょう。はい。こうです。で、これは一直腕です。こう、ガッサンマーが1、2。地味まで1、2。こう。ほんで、一歩出て、で、赤です。これは当然、僕戻って一歩出て、ショーマーファッチパンサーをしてから、ショーマーファッチに変わって、どうぞ一歩出ているんですけど、これで一球の終わりに持ち上げてます。で、続いてジャンプ。これで一つの攻撃は無効化、無力化できている。一歩出してショーパック、一歩出してジャンプ、一歩引いてきた。ここからね、3から5。一歩出して打ってジャンプ。これでゴールはできている。で、この状態から、じゃあどうするか。で、これから大きく開いていきます。ほんだら、ついてこない。足出てきて、じゃあ、今、まっすぐ引き込めたら、まっすぐ引き込めたら、そう、そう、そういうことです。それで向こうから、ここの状態から、ここの状態から、こう引きます。そう、ついてきて、これがもう逆だ。このワークでも足が逆ではない。で、ちょっとカーブで、こっから打ちます。これは入るわけです。だから、引いて、これで角度取って、これは入るんだけど、こう打ってきたらこう取るでしょ。そう。で、これで攻撃は向こうができます。だから、右往左往しながら、断筋差をしていくということで、遠心拳のゆっくりの通りに動くっていうことを目指すわけです。3本。こっちから、ショーンはこっちから、で、これを打ちますよ。ほんと。ほんで、こっち、今、で、3、そう。今度は打ちます。そう。それで決まります。左をどうするんだっていうか、下がって、下がって、下がってます。打ってくるのを、こっちへ寄せてください。で、こっちの筋から取れますね、左に。だんだん相手の筋に向かって、角度を取って、これを攻撃に対してゴールを取って。なんか、バッチバッチの攻撃になったら、もっと戻ります。だから、自由に動くんじゃなくて、高速通りの、
説明しようと。そうなんで何て言いました。ほんで同じ形のところで、ここからね、ここから掘ったら、ヒトンマーでこうやって。で、ヒトンマーで、引いてしまった。うん。で、こう、こういう形で取りますね。ほんで、こう打ちますもん。そう。そうそうそう。ほんで、こう打ちます。さあ。さあ、こう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 。何かに言ってる。だから、パンサーが入ってる人は、ジンマーで、こうなんだ。こう開いて、ここまで、こう、ここまで開いて、真ん中を開けて、打ちたい。このままです。こう返して、天井に。脇開けて、天井に。ええわけだ。これでよかったら、エンジンがいらない。締めて、こう、これを取ってしまう。こうね、トンマーで、これを当てちゃう。これを引いて。で、カンサーを取って打ちます。こう、こう。で、パンサーを取って打ちます。これでじゃあ、これ、こういうのもあるから。トンマーって、ま、真後ろの下がりでいいと思う。この形に、どうなってる？ボッとしてたらこうなされるわ。こうなってる。こうなって、受けて、ジャンプしてる。ボッとしてたらどうしても、ボッと当たる。はい。ちょんま、ダンス。ボッとしてたら当たる。こうなって、こうだ。これ、空いてるからね。こう、今。で、手が見たらなくて、ちょんま持ってる。早い。こんな感じでね、自分の人生を想定して、ある程度の約束組みをやって、こう正しく永春拳で動くとはどういうことや。大きく大げさに動くんじゃなくて、最小限の形で防御する。で、最小限の形で攻撃に移るにはどうしたら。これを学ぶ場合。で、ボードで三角形でちゃんと守れてる。それもこんなに横向いてるから、それでボードでちゃんと取れますね。で、攻撃もちょっと三角形でできます。三角形。行動がちゃんと三角形の理論でできてる。で、足で逆で。足で逆。これがない。そう。で、普通に前でちゃんとできてる。ここに来て、こういうのがいるにちゃんとチューマーで、チューマーでちゃんと、ここに来たら疲れる。で、ここに来たら、こっちに来たら、こっちに回るんじゃない。こっち、こっち。そう。一番小さいものだよ。わかる？こういう状況になって、こういう状況になって打たれます。ほんなら、こっちで回るんだ。それが、こっちを打たれてる。そう。それの小さい動きをするんだ。ほんなら、熟理通りに動ける。一番必要最小限の動きを常に常に考えれば、永久的になる。そういう約束組み手をずっとしながら、ある程度慣れていくフリーファイトにしていきましょう。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。ありがとうございました。